する中村れのです。はい、よろしくお願いします。いや、遅くなってすみ申し訳ございません、本当に4時ですね。どうなんだろう、みんなもう学校終わったくらいなのかな。いや、ちょっと早め、いつもより早めだけど、時間が今日寒いね、今日めっちゃさ、ね、雨も降ってたし寒すぎ。おお、学校帰りです、お疲れ様です。さっき洗濯しためっちゃプライベートな話はい、今週は乃木曜日秋のファッションウィークということで、本日の私服を紹介したいと思います。ほう、ここで紹介なんだ。はい、こんな感じのじゃあなんか服が黒くてすごいなんか飛んじゃうんですよね、画面が。ちょっとまあなんか後でなんだツイッターに載るみたいだから、その時にちょっと見てもらえたらって思うんですけど、まあなんかワンピースタイプなんですよ。で、上が黒のすごいなんかセーラー風ワンピースみたいな感じで、で、そうこれね、カチューシャとこの耳のねイヤリングがめっちゃキラ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 で、そう、ビジューがすごいすごいついてるんですよ。これとかもわかるかな、ちょっと 見にくいけど、とかで、そう、このなんて言うんだカチューシャもここらへん、ここのエリアとここのエリアでついてるものが違うみたいな、とかですごいね、かわいい、かわいいんですよあ、そう、髪の毛も暗くしたんですよね、ちょっとそんな感じですはい、でこのコーディネートは番組終了後にショールームズ公式ツイッターに載るみたいなので、ぜひお楽しみにしてくださいはい、今日皆さん何をしてましたか。金曜日ですよ、明日から休みの人が多いのかな、土日で。え、いいな、喫茶店でまったり。なんかすごいカフェ好きで、最近、まあ、最近っていうか、まあ、ずっとなんですけど、一人でも空き時間あったらもうすぐ入っちゃうくらいすごい好きだから、なんかおすすめの場所とか教えてほしい。めっちゃかわいい、あ、なんか欅さんのカフェ、そう、この前なんだっけな、この前ご飯食べに行った時に、そう、欅さんのなんかカフェできオープンしますみたいなあって、すごいと思って。カフェのみ、グッズもあるのかな、すごい、あんな原宿のね、すごいよね。テスト勉強、やっぱみんな今の時期テスト勉強なのかな、友達もみんなテストテストって言ってすごい、雨やんでほしい雨ほんとにやん。早い、コメントちゃんと全部読もうと思った、もうはいって思ったらピッてすぐ飛んでっちゃう次のコメントに。あ、福岡降ってないです。まあそうだよね、そりゃそうだよね、住んでるところによってもあるよね天気。はい、でまず前回の配信メンバーさんからの宿題トークをしたいと思います。昨日かな、昨日カッキーがね配信してたみたいで、レノさんへツインテールが見たいです、お願いします。
ですって。カッキーはるかって可愛い。カッキーはるかって書いてある。カッキーじゃん。え、まだね、カッキーって本人に呼んだことないんだよね。なんて呼んでるかな。え、まだ名前、え、なんて呼んでるかな。うん。じゃあカッキーって呼ぼう今日から。ツインテール、はい、よいしょ。ツインテール、なんかあの神宮の今年の前日の神宮のね、何日目だったっけな、最終日かな、最終日になんか高めのツインテールをしてたんですよ。そしたらね、もうね、みんなにそれを言われるようになった。はい、すごい、なんか見に来てた皆さんにもね、ツインテール、なんかさ、髪の毛のね、長さ結構伸びたんだけど、すごい超ロングにしたいので、めっちゃ長くしてさ、なんかここあとね20センチくらいまで伸ばして、でなんかあのストレートのツインテールとかやりたい。可愛いよ絶対、憧れる。なんか街で見ると、違う、ロングに憧れるんだよね。これいつまでやったらいいんだろう。はい、こんな感じでロング。でも結構髪伸びたってみんなに呼ばれる。なんか一時期めっちゃ短くってこんくらいだった時があったんですよ、私にも。この顎くらいの短さの時、そこに比べたらだいぶ伸びたなって。今年なんかエクステをね、4月5月あたりつけてたんですけど、1ヶ月くらい、そのエクステをつけてた時の長さくらいまで地毛で伸びました多分。どうなんだろう、エクステの方が長いかな、分かんない。久保ちゃん、久保ちゃんくらいかな。久保ちゃんはね、久保ちゃんの方がどうだろう、でも同じくらいかな、分かんない。久保ちゃんよりでも長い気がする、ちょっとだけね。今なんかさ、3期生っていうか、まあ、乃木坂 全体的になんかこう短い人も、髪の毛がね短い人すごい増えた気がして。3期とかもさ、レンガがまあ今年短くしたりとか、リリアも結構短くして、たまみもまあちょっと短くなってたりとかして、3期でも全然ロングがね今いないから、チャンス伸ばす。今日いいツインテールの日なの、初知り。え、なんかツインテールの日っていっぱいない？気のせい？なんかこの前もさ、この前もなんか今日いいツインテールの日だよってなんか握手会かなんかの時にね、誰かに教えてもらった気がするんだよね。毎日じゃん、すごい、もう毎日 何かの日があるんだね。今日は何の日ですみたいな。すごい、ちゃんと最近その なんとかの日に沿ってやってる気がする。今日ツインテールしたでしょ。でこの前あのアンダーライブの影慣れで、まあ、それは知らなかったんだけど、たまみと影慣れした時にすごいなんかモヤボイスみたいな、モヤボイスっていうかなんて言うんだろう、そのなんか声を変えて誰が影慣れしてるかわからないようにしようっていう風になって、それで、まあ、あの声が生まれたっていう感じで、たまたまなんか萌えの日みたいな感じだったから、だから、あ、じゃあ萌え声ってことに して萌えの日楽しもうぜみたいな感じですね。はい、な感じでございます。うん、はい。あ、そうで、あとね、もうね1週間切ってるんですけど、11月の26日と27日に3期生と4期生のライブが決定しています。場所は代々木第一体育館ということで、はい、もうすぐですね。今日22だから、22、23、24、25、あと4日後。来るよって人、はい、
外れちゃった、行くよ、あ、2日とも行くよ、行きません。まあそうですよね、学校とかね、これ平日だもんね。だって学生さん結構大変だよね、来るの。いやー、なんかね、すーん、3期生、なんか4期生とのさ、なんて言うんだろう、4期生と何かをするっていうのが今までそんなにこうなくて、本当に例えばなんか前通とかで、まあ、前通であのやった、あの時々めきめきとキスの手裏剣でこう、なんだろう、一緒にこう披露したんですけど、本当にそういうのとかでしか、なんだろう、あんまりこうがっつりこう絡みに行くっていうのなかったから、今回初めてこんなにね一緒にやってるんですけど、なんか3期生でこうやるのも久々だから、見ててね、なんかレンカとかね、みんなね、うわ大人って思って本当にすごい、いろいろね振り教え合ったりとかしたりとか、なんだろう、でもこうなんか個人的にこう誰かと仲良くなって誰どっか一緒に行くとかまだないけど、でもなんかこう一緒にね、やっぱこう練習していく中で知らなかった一面みたいなのが結構たくさんあったから、もうちょっと話してみたいなみたいなのとかは結構ありますいや結構ね、みんな頑張ってると思うから、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。うん、すごい、誰と仲良くなりたい、誰と、でもみんなと仲良くなりたいけど、なんかやっぱ同い年の子が多くて、圧倒的にね、同い年かま 1、2個違うかなみたいな感じの子がもうほとんどだから、なんだろう、でもなんかその先輩ぶってるわけとかじゃないけど、なんかその4期生の子がね、私とかに話しかけてくれるときにすごい敬語をね使ってくれるんですよ、おはようございますみたいな、まあ、それはそうかわかんない、どうなんだろう、おはようございますとかありがとうございますみたいな、でもなんかじゃなく、なんかすごい距離をね感じるから、私的にはせっかくねこう年齢もね近いから、もうちょっとなんかこうフレンドリーな感じにしたいなって感じです。なんか私はまあ先輩にそんなできないかって、できないけどフレンドリーに、だからすごい気持ちはね分かるんだけど、でもちょっとなんか私は全然そんなね、そんなになんかまあ離れてないからいいなって。でもな、あー、なんて呼ばれるな、レノさんって呼ばれるかも、レノさんって。中村さんってね、言われてんのかな、わかんない、わかんない。でもなんか逆に、いやでもね、ダメ、そう、なんか人見知りを発揮しちゃってすごいなんか逆に私があのなんとかさんって呼んじゃったりすることもあるから、ちょっとそれをねちゃん付けで呼ぼうって思って、なんか緊張しちゃうの、あんまりこう逆にね緊張しちゃうから、そうだからね、あのかりんちゃんとかすごい最初かりんさんって呼んでたんだけど、かりんさん嫌だからかりんちゃんって呼んでってめっちゃ言われてそれで最初すごい違和感だったの、かりんちゃんってこうなんか先輩にちゃん付けで呼ぶことに対してね、なんだけどなんかこうだんだんね慣れてってかりんちゃんって普通に言えるようになったう
なんか全然なんて呼ばれてもいいけど、なんか同期の子はレノって呼んでくれるんだけど、まあ、レノでもいいし、全然なんかレノちゃんでもなんでもね。中村さんはね、いやちょっと距離を感じる。なんか5メーターくらい離れて喋ってそうじゃない、中村さんって。なんかレノちゃんになったらちょっと3メートルくらいに近づきそう。頑張ります。仲良くなろう、このライブで。もう1週間後には終わっちゃうけど、そんな感じですね。1メートルはレノじゃない、わかんないけど。だと思ってる。頑張ります。おう、なんかあります？聞きたいこと。乃木は久々な気がする、わかんない、気のせいかな。身長伸びた、ね、身長伸びたってすごいね。あのね、1週間に5人くらいに言われるの。そんな伸びたかなって思って。うん、最近どう？最近どう？最近どう？最近？なんだろう。でも冬、なんか冬は服が好き。あのコート着れるじゃないですか。コートが好きで、なんかどっちかっていうと中に着る服よりもコートの方が集めたいタイプだってさ。冬ってさ、まあ外出かけてたら絶対コート着てくじゃないですか。コートがずっと一緒だったら、なんか中に着てる服が違くてもなんか結局一緒に見えちゃうから、なんかコートのレパートリーを増やしたいなと思って。でそう、毎年ね、いろんなの、あこれも欲しいこれも欲しいとか見るんだけど、なんか全然ね、結局使いやすいやつに頼りがちっていう。あるある。今年まだ1個しか買ってなくて、ロングコート、すごいロングコート、もうね、足のなんて言ったらいいんだろう、足の結構もうギリギリまであるようなロングコートを買いました。そう、ロングコートいいよね、めっちゃ好きなんですよね。なんかシルエットが何着ても可愛いから。うん。最近の久保しおりどう？最近の久保しおり、最近あれなんだっけな、あったんですよね、最近あったんですよねって、なんか日本語変だけど、いや結構あってて、今多分セーラームーン舞台本番で上海に行ってるんですけど、いやー面白い人ですよ。久保ちゃん見に行けなくって、セーラームーン、でさすがにね、上海までも行けないから、携帯でね見せてもらったんですよ、その本番のね、どんな、まあ、こんな感じみたいなの。めちゃめちゃすごかった。なんかなんて言うんだろう、演出がすごくて、ライトなんかステージと光、なんかなんて言うのあれ、ちょっとわかんないんだけど、そうすごかったですっていう。ぜひ見に行ってください。何色好き？何色は、白。白が好き。わあ。おでんランキング？おでんランキング？おでんランキングは、
なんだろう、何があるっけ。あれ、なんだっけ、はんぺんみたいになかったっけ、白くてふわふわだから好き、見た目が。あとは分かんない。うん、止まっちゃう。はい、すごいなんかちょっと今日ふわふわしてる感じの配信ですけど、ここで鉛筆削りタイムトライアルを言っていきたいと思います。今週の配信メンバーで争うの行儀選手権です。はい、今日は、今週は鉛筆削りタイムトライアル、未使用の鉛筆を鉛筆削りで削って紙に名前を書きます。鉛筆削りを削り始めてから名前を書き終わるまでのタイムが最も早かった人にご褒美として素敵な景品が贈られます、ということで。ただし名前ははっきり書くこと、あまりに使ったらやり直しです。なるほど、これ名前画数めっちゃ多い人不利じゃない。ちなみにこれが今週のね感じなんですけど、真夏さん19秒、蓮華が1分18、ってどんな削り方したん。与田女が14秒で、カッキーが19秒、やっぱ 10秒台なのかな、みんな大体は。岩本さんどんな削り方したんですか。何をしたんだ。14秒でしょ。なんかさ、私の名前の中村は早く書けるんだけど、レノのレの字がねすごい画数細かいんですよ。すごい細かいから、なんか名前だけで10秒くらいかかりそうで、まあ、鉛筆削りがこちらなんですけど、これどっちに回すんだと思う。始まる前からさ、どっちだろうって思って、でもなんか手前はなんかやりづらいからこっちかなって思ったんですけど、やりづらくない？わかんない。どうなんだろう。ね、耳、ね、ここになんかさ顔描きたくなるよね。だって耳っぽくない？っていうとちょっとどうでもいいね、こともね話したかった。はい。じゃあセットをします。これセットし、していいのかな？セットから。合ってるよね、このままピッてした、ピッて。それ OKOKOK、 こっち、こっち合ってる、これが合ってんの。まあいいや。はい、ちょっと待って、ね、いきまーす、よーい、ピッ。合ってる、合ってる、削れたんじゃない、あ、まだやん。めっちゃ削れちゃった。待って、いやー、名前が、てか寒くて手がかじかむ。はい。ですっごいね綺麗にとんがった。はい、ってことで記録は20秒です。どんなの早いのかわかんない。いや画数が多いんだよ。はい、20秒。よだ早い、14秒って結構早い。すごいね綺麗に削れたんだよ。はい、ってな感じです。はい、ということで、来週のね次回のメンバーさんに宿題をね出さなきゃいけないんですけど、何がいいかな、
だからまだ分かんないっぽいから、何がいいかな、なんかみんなどんな宿題出してんのか分かんないけど、何がいいかな。何がいい何がいい、そう、来週ライブなんですよ。でもね、誰がやるか分かん、誰が配信するか分かんないから、ね、じゃあさ、個人的に私が聞きたいことでもいいですかね。ちょっと誰に当たるか分かんないけどっていうそれでもいいかな、ちょっと聞きたいこと、じゃあ書きます。わかりました。じゃん。3期生に初めて会った時の印象を教えてください。まあ同期だったら、その同期の子がこの3期生ですってこう決まって、みんなとこう会った時に、まあどんな感じの印象、まあ、3期生にね、どんな感じの印象だったかなっていうのと、まあ、先輩だったら、こう初めてね、3期生みんなで先輩に挨拶させてもらった時に、こう初めて会って、そこでこうなんか見た印象みたいな、なんかあったらちょっと教えてほしいなって思って、4期生の子だったら4期生の子から見て、なんか3期生どんな人かなっていうのが気になるなって思ったので、ちょっとね、次回のメンバーさんにはこれを答えていただきたいなって思います。はい、ではお願いします。はい、お、エンディングですね。そろそろ早いもので30分がもう経つところです。誰だろうな、来週のメンバーさん、めっちゃ気になるんだよな、この質問エンディングです。はい、誰が来るかな。誰でも楽しそうですね。ぜひ見ていただきたいです。鉛筆見せて、削ったやつってこと。すっごいとんがってる。なんだっけな、なんかね、すごいね、わ、今日話そうって思ってたことがあったんだけど忘れちゃったなんだっけな、思い出したら言います
川越さんとはまだ会ってない、もうまだっていうか会ってないです、最近は。ですね、このあとグローニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。はい、次回の乃木曜日の担当メンバーさんまだ決まってないみたいなので、決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。はい、それでは今日の相手は中村れのでした。素敵な休日をバイバーイ。